去の交友関係からもしやとは思ったが、ヨルさんはやはり男との交際経験なかったのか。俺を欺くために完璧な妻を演じようとしている可能性も否め。悪いがこれ郵便局に出しに行ってもらえる？何か決定打を得るにはこちらから仕掛けるしかないか。おいそこの女、少々聞きたいことがある。お時間いただこうか。秘密警察の方？つうかなんだこれ、急に呼びつけたかと思ったらこんな格好で奥さんの取り調べ。先ほどお前が出した封書、これはおそらく西側へ宛てた暗号文書。ここに名前が書いてあるな。協力者の一人だと。あいつの末路は悲惨だったらしいね。えぐい拷問で精神までやられちまって獄中で自害しちまったって話じゃんか。職員の家族は大抵の容疑はうやむやにできちまうもんな。まあとにかく収容所まで同行願おうか。あなたが黒の弟に助けを求めろ。そうでいいからおとなしくし。もし彼らに不当な危害を加えようとおっしゃるなら、たとえあなた方相手でも私容赦いたしません。解読し直すとこれはバーンズ氏が高名な地の医者に宛てた手紙のようだ。帰ってよいが、この一件はバーンズ氏の名誉のためにも他言せぬよ。疑っちゃって罪悪感とか言うなよ。違う、その顔で言われるとなんか腹立つ。お前が作った顔だろうが。危うく逮捕されかけちゃって良き妻どころかフォージャー家を崩壊させるところでした。ヨルさん、また襟元にゴミが。私ってば見た目にすら気を使えないような至らぬ妻。僕が勤めている病院にもそうやって苦しんでいる方がたくさん来院してきます。結婚相手がロイドさんでよかったです。結婚1周年の記念日に何もしてなかったですね。ケーキでも買って帰りましょうか。